仲良くなったチームメイトは、まあ、一緒に入った龍馬、渡辺龍馬選手とか、まあ、酒井大輔選手、川田選手とよくご飯に行ってます。新潟に来て美味しいと思ったものは、まあ、やっぱりその何でも本当美味しいですけど、まあ、どこ行ってもやっぱお刺身とかがあるので、まあ、海鮮系が美味しいのかなと思います。これならチームナンバーワンはありますか。優しいと思います。ギリシャはどんなところでしたか。ギリシャは本当街がすごい綺麗で、まあ、サッカーは戦うっていうイメージです。暑さ対策何かしていますか。いや、まあ、もう暑いのはしょうがないので、こう練習始まるときにはもう覚悟を決めて対策はないです。自分の特徴であるボールをたくさん触ってゲームのリズムを作ったり、まあ、しっかり守備でも戦う姿勢を見せて、まあ、今のこの苦しいチーム状況を打開できるように、チームの勝利に貢献していきたいと思うので応援よろしくお願いします。アルビの印象は、まあ、本当みんなフレンドリーで、まあ、今厳しい状況ですけど、まあ、その状況をみんなで打開しようと頑張っています。サッカーを始めたきっかけは、小学校の時に友達と一緒に、始めました。子供の頃のニックネームは、カジさん。目標にしている選手は、そうですね、まあ、昔はジダン選手がすごい好きでした、はい。